こんにちは、サオリシャンティテレビのサオリです。今日は野菜のビーツを使った野菜のケーキを紹介します。ロースイーツといって非加熱のケーキです。熱で栄養素や酵素が壊れることがないので体にいいケーキと言われています。乳製品や小麦粉、卵も使用していないのでアレルギーがある方でも食べることができます。このチャンネルではアレルギーがある方でも食べられる料理やお菓子、体にいい料理を紹介しています。では作っていきます。まずはオートミールとアーモンドを粉にしていきます。粉にしたオートミール、アーモンドにメープルシロップ、ナッツバター、ココナッツオイルを混ぜていきます。混ざったものを型に入れて押し固めて土台を作っていきます。次は上のフィリングの部分を作っていきます。アボカド、ビーツとココナッツオイルと赤べシロップをミキサーにかけていきます。よく混ざったフィリングをケーキ型に流し入れていきます。流し入れたら一度半日ぐらい冷凍庫で冷やして固めます。固めると包丁で切りやすくなります。ビーツのローケーキの完成です。色がとても綺麗なのですごく映えます。パーティーやおもてなしにおすすめです。ビーツの味もそんなに感じなくすごく美味しいです。材料はほとんどビーツとアボカドでできているのですごくヘルシーで栄養満点です。おすすめです。ビーツは食べる輸血と言われていてスーパーフードとも言われています。美味しく食べて体も喜ぶケーキです。料理はここまでです。ここからはシャンティーコーナーです。私が実践していることや素敵だなと思ったことをシェアしています。今回のテーマはこの世界はマトリックスの世界という内容でシェアしていきます。この世界はとってもものすごい高性能なバーチャルリアリティの世界と言われています。マトリックスの世界なんです。マトリックスのネオのようにシミュレーションの世界なんだと本当の意味で知りながら生きること。ネオは確実に作られた世界と知りながら超人的な能力を発揮していて、マトリックスの世界に操作されるのではなく、コントロールされるのではなく、そのコントロールされているあり方から抜けている、制限から抜けてしまっている、目覚めた生き方を選びました。今私たちはこのどっちの世界で生きていくのか選択の時期にあるとよく言われています。ちゃんと向かう先を見据え続けていくことが大切と言われています。どっちがいいというわけではなく、ただ自分が望む方を選択するだけです。マトリックスの世界も楽しいですよね。ですが私は目覚めた生き方を選択します。あなたはどっちの世界を選択しますか？最後までご視聴いただきありがとうございます。感謝いたします。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。